さて、可愛らしい恋人を得た気分はどんなものかしら。ねえ、エルバート。ええ、恋人。少しばかり年が下ですけれど、誰より愛らしくてあなたに夢中な女の子。まさかあんなにも思われておいて恋人ではないただの生徒だなんて。それはその、はい。声が小さくてよ、エルバート。はい、大切な恋人です。よろしい。それにしても感無量ですわね。すみません、ご心配をおかけして。本当ですわ。あの頃のあなたと来たら、私たちがどれだけ葉っぱをかけてもまるで聞き入れようとしませんでしたもの。気が弱いくせに妙なところでだけ頑固なのですわよね。耳に痛いお言葉です。ねえ、エルバート、あなたは自分が思うよりもずっと得難い宝物。はい、僕もそう思います。あんなに素敵な女の子がよりによって僕みたいな冴えない人間を選ぶなんて、多分何かの間違いかというほどにありえないことだと思っています。何を情けないことを言ってますの。まったく、どの色にも染まれるはずのあの子が選んだのは他でもないあなたですのよ。少しは自信をお持ちなさいな。そう言われましても。エルバート。はい、すみません。私の可愛い生徒を捕まえて泣かせるようなことがもしあれば、どうなるかはお分かりね。はい、この命をかけてでも彼女のことは僕が守ります。たとえいつか彼女が別の道を選んでしまったとしても、僕は生涯かけてひっそりと彼女を見守り続けるでしょう。暗い。え？何ですの？その思考回路は。花から自分が捨てられるものだと決めつけているような。それはその今の言葉は私の胸に秘めておきますわ。あの子が聞いたらきっと泣いてしまうでしょう。エルバート、あなた恋する乙女をなめるものじゃなくてよ。は？あの子は私の教え子ですもの。そう簡単にあしらえるものではありませんわ。はあ。まあそのうちわかりますわよ。あなたが思うよりもずっとずっとあの年齢の女の子は愛らしくもしたたかな生き物だということに。ドゥルさん、眠ってしまったんですか？やっぱり疲れていたんですね。お休みの日まで勉強してたんですから、眠くなるのも当然です。ドゥルさんはとても偉い子ですよ。本当によく頑張りました。本当に可愛い寝顔ですね。年相応にあどけないままで。
僕がこんな君を独占できること、そのやっぱり嬉しくて、でも本当にいいんだろうかってつい考え込んでしまうんです。こんな風に一緒に過ごして君と別れた後は特に。友人が多い君ならもっと楽しい休日が過ごせるはずです。君と過ごしたいと思う生徒だってたくさんいるでしょう。それなのに君は僕なんかのそばにいることを選んでくれて。僕はつまらない男です。今日だってなんだか恥ずかしくて、いつもと同じように勉強を教えていただけで、何一つ君に楽しいことをしてあげられていません。僕はどうしたら君を喜ばせることができるんでしょう。え？今何か聞こえてはならない声がした気が。まさか、まさかとは思いますけど、ルルさん、君は、起きているんですか？起きてるじゃないですか！君は、一体いつから、いつから起きていたんです？まさか最初から。君って人はお茶目すぎます。とにかく起きたなら離れてください。何言ってるんですか。もうダメったらダメです。離れてください。それはだって僕と君は教師と生徒で。だからそれは。そうですけど、でも。やっぱりダメです。そんな可愛く睨んでもダメです。はあ、僕のせいでルルさんがどんどん悪い子になっていくなんて。やっぱり僕は教師として失格のような気がします。そんなことないと思いますけど。そうでしょうか。ダメ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 です。そんなのお願いですから困らせないでください。僕たちはあくまで教師と生徒なんです。ですからもっと健全なですね、時間の使い方をしないと。一応これだってデートと呼べるのでは。デート？違います。違いますよ。これはあくまで勉強会です。
僕はその教師として生徒である君の勉強を見てあげているんです。だからそのデートじゃ。言いましたっけ。ああ、いいんです。それはわざと開けているんですよ。だってドアを開けておいたら、もし誰かに見られても二人きりってことにはならないじゃないですか。誰に見られても構わないという意思表示みたいなものですよ。はい、これはとても大事なことですから。何やら似合いの二人が歩いてくるかと思えば、そなたたちか。イヴァン先生、肩を寄せ合って歩いておるとは、仲睦まじいことじゃの。はい、そうですね。教師としてルルさんみたいに慕ってくれる生徒がいるというのは幸せなことだと思います。は、いや、我が輩は、僕も教師としてさらに頑張らなければと思います。さようか。あれはその仕方ないです。相手と場所が悪かったんです。廊下なんて誰が聞いているかわからない場所で、まさか正直に言えるわけないじゃないですか。まさかそんな、僕は決してその、すみません、ルルさん、もうちょっと待ってください。今言葉を探してて。そんなに見つめられると、僕はもうどうしたら。泣かないでください。君を悲しませたいわけじゃ。好きです。好きです。ちゃんと君のことが。ルルさん、僕も本当は君と一緒にいたいと思っています。僕は君のことが本当に好きで、何より大切なんですが、教師という立場上どう接するべきかの加減がなかなか難しいんです。それに僕はこれが初めての恋だから。だから分かってください。僕は君を大切にしたいだけなんです。
落ち着いてください。キスだなんて、まだそんな、君にはむしろ僕には早いです。わかりました。ただし額に、なら。では目を閉じてください。恥ずかしいんです。お願いですから。落ち着け、落ち着くんだ僕。キスくらいできる、できる。ああ、大丈夫。ちょっとだし、額にだし。落ち着け、エルバート。なんで目を開けるんです？閉じていてください。分かってます。ちゃんとしますから。ちょっと眠くて。ごめん、なるべく気をつける。それより何かいいことでもあったの？すごく機嫌がいいみたいだけど。え？どこから？それって盗難にならない？大丈夫？そうなんだ。なんだかよくわからないけど、よかったね。でいいのかな？こんなに闘志がみなぎった君は初めて見るよ。よくわからないけど、頑張って。それじゃあ俺、部屋で少し寝てくるから。